はい、今日は今年の教会の暦によりますと、受難週のスタート、パームサンデー、城の日曜日、イエス様が小さなローマの子に乗ってエルサレムの都に入る、王として入場する、はい、旧約聖書のこの2箇所だったでしょうか、はい、そこの御言葉が文字通り実現した、はい、イエス様が最後のこの受難週、はい、王として、はい、エルサレムにロマの子に乗って入場した、そのパームサンデー、城の日曜日、人々は城を道に敷いて、いろんな枝葉を道に敷いて、王様としてイエス様を、はい、ホザナ、主の名によって来られる方にホザナと言ってイエス様を迎えた、その記念の日になっております。また私にとりましては、はい、46年の前、はい、正式には3月31日ですけれども、はい、この盛岡に使わされてきました。東京の、荒川聖戦教会から使わされてきました、はい、そしてその最初の日曜日の御用はこの復活の日曜日だったんですね。その時の3月31日、昭和44年の3月31日はイースターの日曜日でした。そこから私の盛岡での奉仕がスタートしましたけれども、はい、それから46年過ぎました、はい、47年目の、はい、スタートに、今日着いたなとこを覚えております。先だって先週の日曜日は皆さんに、はい、このコピーをお渡しいたしました、はい、見えなかった方にも先ほどお渡ししましたけど、はい、アメリカロサンゼルスに、はい、1週間使わされ派遣され、そこで感謝と賛美のリバイバルキャンプというこういう習慣を持ちました、はい、他の群れの方々の主催するその、集会に私も参加をいたしました。ずっと、約21年23年間、協力をいただいているこの群れとの、はい、その関わりで、参加させていただきました、はい、ロサンゼルスの、はい、そのホテルはアズサ街、アズサストリートにあるわけです、スペースシャトルに乗って、はい、この宇宙へ飛び立って、そして失敗して亡くなった方の中に日本人の鬼塚さんという方もおられたわけですね。その方の記念のこの銅板レリーフといいますかね、それとそのスペースシャトルがすぐ近くの町の通りに、ね、作って飾ってありますが、このアズサ街なんですね。アズサ街は1906年、20世紀の初頭、1906年に、はい、リバイバル、聖霊様の技が起こって、それ以来、はい、20世紀のリバイバルの、はい、口火を切った、はい、このリバイバル、聖霊様の技、多くの人々が、はい、聖霊に満たされ、イエス様を信じ、悔い改め、はい、そしてイエス様の働き、神様の働きが世界的にこの広がった、はい、記念のその場所、町になっているわけです。これがアズサストリートと言います。 A と Z ね、そしてその後に USA でアーズサでしょ。そこへ行ってきました、はい、それは感謝と賛美の、はい、リバイバルキャンプ、はい、感謝と賛美を通して神様がこの週末に、はい、リバイバルを起こしてくださるということで、はい、そのような題がついているわけです、はい、その賛美と感謝の、はい、その本は具体的には、はい、このこういった本がそれについて記されているわけです、はい、女性たちを立ち上がれ、はい、病気であることの祝福と病気が治ることの祝福というこの本、はい、これはどこから出てきたか、はい、これを言うならば感謝、はい、感謝と賛美、はい、感謝と賛美から出てきた、はい、本でございます、はい、感謝と賛美はどこから出てきたか、はい、それを言うならば、はい、聖霊様に満たされ、はい、そしてアズサリバイバルもそうなんですけれども、1906年、具体的に何が起こったかというと、このアズサ街ではなくて正式には、はい、同じこのロサンゼルスの町なんですけども、10分ぐらい、車に乗っていきますと、そこにボニーブレアハウスというのがあります、はい、これも皆さんにお渡ししたんだと思います。
ね、一軒家のアメリカの一軒家、はい、それを今も綺麗にしてありますけれども、その家、はい、その家に私も入りました、はい、壁に2枚の紙、あの写真がかかっていました、はい、アズベリー、ブラザーアズベリーというのとシスターアズベリーというその女性と男性の、はい、写真がかかっておりましたけれども、この家からリバイバルが起こった、聖霊様が激しく働いたわけです、はい、具体的にはこれはどういうことか、はい、私たちこの教会はメソジスト、几帳面やメソッド、方法、はい、英語で言うと几帳面、はい、几帳面やメソジスト、ジョン・ウェスレーが始めたメソジスト教会の流れをこの教会は踏んでいるわけです、はい、そして今は、はい、このような教会活動をしておりますけれども、メソジストのこの信者さんたちが、ね、今から約110何年前、はい、自分たちには力がない、教会に力がない、信仰者に力がない、なぜなんだろうかと言って聖書を学んだところ、はい、そしてそのね、昔力があった時代、すなわち人の働きに出てくるその時代、ね、彼らはどうして力があったのかということを人の働き、人行伝を通して学んだわけです。それで彼らの得た結論は、あの、ね、聖霊が下って、そして人々が外国を語った、すなわち異言、英語ではタング、シタベラと言いますが、タング、シタベラ、はい、異言を語った、その異言がね、力の秘密だと言って、それを求めたわけです。神様、威厳を与えてください、威厳を与えてください。ところがいつまでたってもその祈りは応えられなかった。それが半年ぐらい続いたんでしょうかね、はい、ジョン・シェリルというこの新聞記者がその歴史を細かくまとめて、威厳を語る人々という本になっておりますので、はい、それを読みたい方はお貸ししますけれど、半年か1年近く経ってついに、はい、威厳が与えられたんです。その場所はどこかというならば、そのボニーブレアハウスではなくって、実は、ね、テキサスかどこかのトピカというその町なんですね、はい、そこから起こった。それでその経験をした人たちが、ね、このアウサガイボニーブレアハウスにまたやってきたわけです。それでシーモアさんという、はい、黒人の、はい、器を中心にして、その働きが、ボニーブレアハウスというのは一軒家ですからね、はい、一軒家でリバイバルが起こったわけですから、まあ、すぐにいっぱいになっちゃう、人間がいっぱいになった、信者さんがいっぱいになった、できない、集会ができないということで、アウサガイに、はい、教会を建てて、そこで中心的な働きが1906年から1931年、約25、6年、はい、結構長いわけですね。25年リバイバルが続くということは非常に長いわけですが、はい、それを経験したと、こういうことでございます、はい、ですから感謝と賛美の、はい、その集会をそのすぐ近所のホテルで持ったわけです、はい、全国から、あるいはアメリカに来られる方が、はい、そして、黒人のこの音楽家たちが、はい、集まって、そして、指導したり審査したりしてくださいました、はい、スティーブさんという方が5人ぐらいの仲間を連れてきました。そして日本の若者たちや、この、賛美チームが歌ったわけです、はい、10人ぐらいですかね、10チームぐらいです、はい、そしてこうだあだと教えてくださいました、はい、感謝と、そして賛美、それは賛美ですね。ですからハリウッドの、はい、路傍にも行って、彼らは、はい、ハリウッドの、その通りでも賛美を2日間、3日間連続で、ね、朝の9時半頃から夕方4時頃まで歌ってたわけ、入れ替わり立ち替わり、3カ所ぐらいに分かれてですね、歌ってたわけ。私もそこへ1日行きましたけどね、はい、携帯ですか、何ですか、その、あれを見ると、それの私が乗っているのもどこか見ることができますけれども、はい、同時放映、もちろんその集会は同時放映もしたわけです。全国に、はい、全世界に同時放映もしたわけですが、見てくだされば幸いだと思います。そしてこのロサンゼルスに行ったということは、この教会にとって、はい、今から実は21年前、はい、私はこのロサンゼルスに行ったわけです。そして何しに行ったかというと、はい、日英姉妹が
ケンタッキーの進学校に行く予定だったんですけども、どうもそれが自分の、はい、この求めていた在り方の進学校と違うんだと、ね、いうことで、そこを辞めて、そしてたまたまそのロスにあった、ね、私たちの、はい、協力関係のその教会のお世話になったわけです。その教会では、教会なんですけども、あの朝に昼に夜に進学校の学びをしておったわけです、はい、そこで彼女も学んで、言うならば、この予言を教えられたわけですね、はい、威厳の賜物の上に聖霊の満たし、そこから威厳が出てきますが、はい、威厳の上にさらに予言とか奇跡とか霊の磨きとか知恵知識の言葉とか、はい、そういうこの賜物が、はい、9つコリントの12章に書いてありますけれども、その威厳をそこで先生、牧師さんから教えられたわけです。そこに私とよしこさんも一緒に迎えに行ったもんですからね、その集会に数日間出たわけです。それで、中野牧師よ、はい、あなたも加わってくださいと言われて、いや、そんなことできないんだよって、いやいや、ね、簡単ですからってね、あのやってくださいと、ね、あの聖書の言葉でもいいから、ね、それを唱えてくればそれが威厳になっていくんですよということで、ね、そのまま、ね、神は愛であるとかなんとかってですね、私も語ったわけですけれども、はい、それが今日の私の今ここで語っているこの、予言といいますか、そのスタートになったわけです、はい、ということで、はい、その時から、はい、その集会から、はい、ロスの集会から何をしたか、はい、その時たまたまアバロンさんというこの、自分の双子の姉妹、妹さんがフィリピンで殉教の死を遂げたこのアバロン姉妹がたまたまそのオーストラリアから来られたわけですね。そしてあの道江姉妹とよしこさんに、あの知恵の言葉、知識の言葉で、このお姉さんは中野牧師の知識を、ね、妹さんは中野牧師の信仰をこれを表しているんですよとの、そういうこの予言をしてくださった、うん、そしてまた同時にこの予言の中で、ね、この教会に人々がたくさん集まってですね、癒しを求めてくるということを一人の姉妹があの予言をされました。今その方はブラジルにいますけれども、予言をされました、はい、そういうことがあったもんですから、あ、これはつってですね、あの今から36年前、ね、イザヤの33章18節、あなたの目は麗しい王に遠く広くなった国を見るという、その言葉を私はこ の, あの10年計画を今1234回目やっておりますけど、その標語に選んだわけです。遠く広く国を見るというのは、まさに世界のどっかの国に行くということを意味しておりますので、これは世界宣教だと言ってですね、それを唱えておったわけですけれども、具体的に世界宣教っていうね、看板は掲げたんですけども、そういう具体的な行いはしなかったわけです。そのロスから、今日からこの教会は世界宣教の教会にします、ね、そしてまたあの英語礼拝をしますと言って、その時ここに、ね、外人さんが何人かいたわけですね。その人たちを中心に午後の時間英語礼拝をしますとか言ったんですね。そしてまた進学校の学びをしますと言ってスタートしたわけです。それがこの、ロスアンゼルスで行ったわけです。そこに私が21年ぶりに帰ってきました、はい、21年前にいたその一人の姉妹、今、ね、牧師になっておられます、この姉妹が今中心の牧師になっておられます。その時は幼稚園の先生しておりました、彼女、はい、しかしながら牧師になりました。日本に帰ってきたらいろんなところで牧師になりましたが、今はずっとロスの牧師になっていると、はい、その人と再会をいたしました。そして大変喜んでくださいました、はい、ということで、はい、このリバイバルと、はい、感謝と賛美、リバイバルのこの集会が今度はロスから、はい、そのようなこの働き、アーサーストリートにまた導かれていきましたのでね、はい、これは神様が、はい、この盛岡の教会を、はい、リバイバルの教会として、私を再び今度はリバイバルの教会働きのためにここから派遣してくださっているんではないかというふうに捉えさせていただいたわけでございます、はい、ということで、はい、今日は受難所のスタートになっております、はい。
またこの教会が、はい、世界選挙の教会を唱え、はい、英語礼拝をやって、はい、現在どうなったか、はい、それがもう21年経っているわけです、ね、不思議なことにフィリピンだの、ね、オーストラリアだの、はい、世界にこの英語礼拝の、はい、器方が、はい、大変素晴らしい器たちがそれは集まったわけですけれども、はい、国へ帰ったりよその国に行ったりして、はい、この奉仕者になって牧師になったり伝道者になったりしておられるわけです。ということで、はい、まさに、はい、この21年は、はい、そういうことが具体的に起こってしまった、起こった、まさかというような出来事が起こったわけです。そして今回はこのリバイバルである。このリバイバルは聖書の中に書いてある、はい、世の終わり最後のこの後の雨という、はい、イスラエルでは秋雨が降ります。種まきの時土を柔らかにする、そして春雨が降ります。これは収穫の時、はい、実が熟するために雨が降って、そして麦や、はい、その大麦小麦が熟する収穫の前の雨、これは聖霊様の働きを意味しているわけです。この後の雨、世の終わりのこの大収穫、はい、それは1906年からある面でスタートしているとも言えますけれども、はい、本格的にこれから始まるんであると言っております、はい、私が同行いたしましたそのグループはすでに終わりの日のこのリバイバルはスタートしておりますよということを、あの白馬の賛美集会でも語っておられました、はい、ということでこの教会も、はい、確かにそのように、はい、信仰を捉えておりますけれども、はい、この教会としては今回のロスの派遣からリバイバルの働きのために、はい、この教会を捧げていくと、はい、いうことを、はい、導かれております。今回この働きがこういうふうに導かれたんですけれども、皆さんご存じのようにこれは春山姉妹がね持ってきて少し前、これは私はね実際使ったんですね。コルトアメリカのこれはね、アラバマ州、アメリカの真ん真ん中にあるアラバマ州で、そこに、コロラドとかありますね、テキサスもある。アラバマ州のインペリアル市という田舎町、2000人ぐらいの田舎町の教会のこれは子供なんで、3歳の時にこの子がね、あの先行性の中水炎の先行性、はい、はい、中水炎、盲腸だ、大変だね、生きるか死ぬか、まあね、死ななかったんですけどね、その病気の真っ最中、手術の真っ最中、この子供ね、どうなったかというとね、天国、その本を晴れ子さんが誰かさんにね、もらったんでしょうかね、姉が送ってくる、あ、お姉さんが送ってください。この本をね、まあ私もね、あの読まないでね、最初ちょちょっと読んで、なんだ難しいなと思ったりねしてやったんで、今回アメリカから帰ってきてね、改めてこれね読んだらね、とんでもない、なぜあの時難しいと感じたのかなと思うんですけどね、すごいこれ本なんですよ、証しなんです、天国に。それで彼が経験したことはまさに聖書の世界そのものなんです。でこういう物語っていうのは大体ね、あの悪霊が働いてね、へんてこな怪しげなものがね出てくるんですけど、この本はそうではない、ズバリ、はい、私がね、5、6年前亡くした宇佐君が今天国にいるってこともね、このあのコルトン君からね、彼の夢の中に出てきました。動物たち、ライオンやいろんなものがあれいたんです、マリアさんもいましたね。そしてもちろんね、天国はイエス様に抱っこされていた、天の地なる神様もいた、天使たちもいた、ね、そして何、自分の知らないおじいちゃんがいた、そして何だ、お父さんお母さんが秘密にしていた、ね、トッドさん、トッドバーボさんといいますかね、その秘密にしていた、
流産の子供、お姉ちゃんに彼は出会うんです。これがお姉ちゃんなんです。それをね、お父さんお母さんにポツリポツリとね、言い始める。今彼はもう14、15歳ですかね、はい、お兄ちゃんなんです。テレビにも出てる。そうなんです。お父さんお母さんにはお姉ちゃんに会ったんです。誰？彼にもちろんお姉ちゃんいるんですけどね、現実に。このようにまた弟もいますけど、その後に生まれた弟、お姉ちゃんって誰？お姉ちゃんいたでしょ、ね、うん、亡くなったお姉ちゃんいたでしょ、ね、天国にいるんだよ。ですからね、とうとう夫婦はね、この語ってる天国に行ったって話がね、単なるね、夢幻ではない、本物だということを認めたの。おじいちゃんが牧師だったという。ずーっとね、たくさんのたくさんのことが出てくるんです。そしてあるとき彼はね、お父さんとね、信者さんかなんかの関係者のお葬式に行くんです。お葬式に。そしてね、棺桶の人をね、どういう人かって聞くわけですよ。この死んだ人のね、心の中にイエス様いるのいないなっていうことを、ものすごい彼がね、真剣になって聞くわけですね、うん、それお父さんお母さんもそれは分かんないんです、答えられないんですけどね。すなわちこの人がイエス様を信じていたかいないかということが、ものすごい彼にとってはね、深刻な問題だっていうことをね、そういうことでね、書いてあるわけです。コルトン君ね、黙示録のね、世の終わりのもの、戦争まで見るんです。戦争まで。うん、そして神様のイエス様の、ね、グループが勝つということも見るんです。どういうこれ本なんです。この本を原山さんが、ね、貸してくださった。何か見たでしょう。私はそれこれね、実冊買ったわけです。読まないうちに。そして何人かの人にこれを配りました。帰ってきて何したか、またこれを実冊注文しました。まだ来ませんけど、うん、これはね、求道者、自分の親族家族関係者にね、配ろうと。実はね、先週田沢湖行ったわけです。田沢湖の、はい、その田口さんのお兄さん家族に私はこれを渡しました。娘さんにもちゃんと読ませてくださいねと、一人一人ちゃんとお母さんも読んでくださいねとこう言って渡しました。はい、去年洗礼に導いた家内の友人にもこれを渡しました。聖書だけではなく、はい、コルトン今な900万部トップ、200週ニューヨークタイムズベストセラーリスト200週にランクインされて1位とかなんとかで、アメリカから帰ってきたでしょ。そして私ね、よしこさんの何かと話をしてる。よしこさんがね、インターネットでね、こういう女の子がいるよお父さんとこう言って、コルトン君は3歳の時ね、天国に行きました。4歳の時に天国には行かなかったけれども、天国の幻を見せたという、見たという女の子がいますってことを、よしこさんは私に教えて見せてくれる、うん、誰か知ってもらえますか、名前を。はい、名前知ってますか。はい、アナキアさんとかいう人なんですね。アナキアさんとか、ちょっと皆さんも見てください、インターネットで。坂本さん、天国の世を変わるんですか。4歳の子がですよ。そして今姉妹が言ったようにね、イエス様の世を変わるんです。そしてね、コルトン君のところにね、その絵を持ってくるんです、うん、そしてね、皆さんが一番よく知ってるイエス様の絵ね、うん、イエス様の足、絵があるでしょ、目がね、独特な、はい、あの絵もみんな持ってくるわけですよ、うん、
それでそれを並べるわけですよ。そんで穴木屋さんの今そこに置くわけです。でコルトン君、あなたイエス様に会ったんだろうってね、天国で会ったんでしょうと。この絵の中でイエス様に一番似てるのはどれと、こういうわけですよ。そうするとコルトン君ね、真剣にずっと見ようが、指さしたのはね、アナキアさん。私たち皆さん方がね、いつもね、聖書が聖画でね見てるね、あのイエス様の顔じゃないの。ショックでしたね、私、ああ、ショック。そのイエス様の絵がね、真正面から横顔からカラーで描いてる。4歳の人ですよ、4歳の子が絵を描くんですよ。そのね、彼女がね、今はね、絵画教室かなんかやってるんでしょうかね。その描くね、実演してる鉛筆でね、 CB でね、まずデッサンからやってるのね、テレビちゃんとそのインターネットでね、実演してる。いや、その描き方に驚嘆しました。レオナルド・ダ・ヴィンチやレムランドたちもね、こういう描き方をしたのかなっていう描き方、全然ね、言うなら迷いがない。まず顔をね、目から描き始める。で最後にね、まつげまで入れるわけです。髪の毛から何からね、そりゃね、4歳、6歳、今も描いてずっといるの。今な16、7歳のお姉ちゃんになってますけどね、半端じゃないんですよ、その技術。それで天国の絵とかね、あの個人の絵とか、いろんな絵が描いてる、さまざまな、ね、テーマ、自然の絵とかね、描いてありますけどね、それはそれはすごい。一人は天国に行って、はい、イエス様に会って、そして天国、聖書のメッセージが本当だということを、ね、証しをしているこの少年、コルトン、はい、もう一人は天国のビジョンを、はい、見させていただいて、それを絵にしているこのアナキアさん、二人ともこの4歳か3歳か4歳の子供たちがそのものを経験して、ね、それで世の中の人に、ね、教えてる。アナキアさんのお父さんお母さん無神論じゃん、神様信じていなかったじゃん。だから今やもうお父さんお母さんも信じざるを得ないような人になっちゃう。そういうこのね、男の子と女の子がアメリカに現れた。それで私が皆さん方に最近ね、無理やり買わせたりしてる本がありますでしょう。それは何かというと、女性たちを伝道師牧師宣教師として立ち上がれっていうこの本でしょう。秋元牧師の本でしょ、はい、この本は何について書いてあるか、それからもう一つ、病気であることの祝福、病気が治ることの祝福、うん、はい、この本を、ね、あの兄弟はどうして書くようになったか、はい、それは、はい、自分の救われた教会で、ね、ハドソン・テイラーの伝記を読んで、その中で彼は何したか、ハドソン・テイラーの真似をしてお祈りしたら、ね、威厳が出てきた。威厳を語るようになったもんだから、その教会は威厳認めない教会のもんですから、牧師さんに、ね、ここにいさせるわけにいかない、追い出された理由は言うなら、ね、それでそれが元で彼はさまざまな苦難を経験し、また病気も経験し、2回ほども死にそうになったわけですけれども、はい、その中で神様の癒しを信じ、また、ね、人々に福音を伝え続けてきたわけですけれども、はい、そしてその中心は何か、はい、聖霊様との交わり、神様との交わり、イエス様を信じ、御言葉を信じ、ね、神様を信じ、はい、それで神様にから、はい、祈り信ずる中で日々神の言葉から語りかけを受けるという経験を受けたわけですから、はい、神様は人間に語ります、クリスチャンに語ります、
その言葉に従って、はい、生きることが、はい、信仰の歩みですよ。なすことを神様教えてくれます、はい、その言葉を実践するように。ただ聖書の教えをやるんではなくって、日々聖書が神様が語ってくださる言葉、はい、その言葉によって歩むんだ。それは御言葉に言うならば、コリント第2手紙の3章6節、あなた方はこの新しい契約、イエス様による新しい契約、はい、その契約は何か、はい、昔のようにユダヤ教のように律法を守るという生き方ではなくって、イエス様を信じ、はい、御言葉を信じ、それでイエス様がこの世に使わせてくださった聖霊様、御霊によって歩む、文字律法ではなくって御霊によって歩む歩みですよということを、はい、彼はその御言葉、よりどころの御言葉をそこに置いて信仰生活をしているわけです。そんなからこの女性を立ち上がれということ、ね、そしてその具体的な出来事は、韓国のハレルヤおばさんが彼らの教会に初めて来た。ハレルヤおばさんって女性なんだ、女性牧師が来た、ね、日本のいろんなグループでは女性は牧師として認められないの、女性牧師がやってきたから、はい、彼もまた女性は牧師にしてはいけませんという教えを、ね、アメリカの牧師さんから受けてた、はい、ところが女性牧師がやってきた。それが第一。その後、はい、男性のまた牧師さんのお世話にもなった。よそのこの男性の牧師さんはどういう、日本代表する牧師なんですけど、その人は実は離婚の経験者、そういうことで、はい、この器を神様の器にしなさいという導きを受けるわけです、うん、聖書の中では女性はに、あの教会の中で語ってはいけないとかどうとか言っているけれども、はい、それは牧師になっていけないということではありませんということを彼は、はい、この聖霊様によって教えられ、御霊によって教えられるわけです。そこでこういう本が出てきた。離婚の男性、はい、離婚の女性、しかも女性牧師、宣教師、今回の、はい、ロスの、はい、集会では、ね、女性牧師が圧倒的に多かった。男性牧師は私と入れて数人しかいなかった、はい、兵庫から高知から瀬戸内海からどこからここからって女性牧師が圧倒的に多かった。立てようと、まさにそういう噂が起こっている、はい、ということで、はい、これを私は、はい、帰ってから実は今まで、ね、全部で30冊これ注文してたわけですよ、この本と病気の本、はい、そうしたらね、あそこの集会で、ロスの集会でね、日本を代表する教会の牧師さんもそこに来てたわけですよ、日本一の教会に。その人がね、エレベーターで乗り合わせた時にね、先生ってね、他の人たちにこの本素晴らしいですよとこう言ったわけですよ、この本のこと。私がこれ立派だって言った本をね、その人も立派だってこう言ったの、うん、そして私はってね、その人はね、30冊これを買いますとこう言ったんです。それで知り合いの人たちに配ります。不思議なことに私たちも、私もまたね、これまで30冊買ってきてる。その人も30冊。その人の教会はね、まあ言うのは信者さん1500人ですからね、別に信者に買わせるわけじゃないんだろうけどね、誰かにあげる。その土台、御霊に導かれて、ね、秋元牧師、どういう最後のメッセージしたかというと、はい、感謝の集会。マーリン・キャロダスが、ね、牧師からの賛美で、ね、感謝してあげなさい、常に喜び、態度のように全てを感謝してあげなさいとこう言ってるでしょ。彼はね、その感謝、今回ここに来てね、今まで感謝してきたけどもね、今回はさらにこの感謝の教えというものは深いんだということを教えられましたとこう言うんです。どれぐらい、はい、実は今回私が昔、救われたあの教会から追い出されたあの出来事、
それがいかに感謝な出来事であったか、牧師さんが私をそうしてくださったのが感謝な愛の行いであるということが分かりましたと、こういう証をしたんです。どれほど彼がそのためにね、悩み苦しみ戦ったか知りませんけれども、はい、その出来事をね、感謝として、この感謝、なぜ追い出してくださったがゆえに、私はね、この今の賛美にしろ、予言にしろ、聖霊様の賜物にしろ、全ての働きがは一生懸命それを祈り求めるということを今までやってきたのは、その追い出されたからこういうことをやるようになったんだと、こういうことなんです。祝福に変えられたということなんです。祝福に変えられたということなんです、その出来事が。大変な、一番大変な、ね、悩みの一番大変な出来事は、実はその背後に神様の祝福の計画があったということなんです。私たちが、皆さん方が今どういう立場に立っているか、どういう人間関係の中にいるか、どういうお仕事をしているか、ね、どういう立場にいるか、マイナスだとこう思うんです。大変だとこう思うんです、はい、それを彼はね、言うなら感謝してきたんです、はい、だからみんなにね、ある面ね、なんだと思ってムカッとされたらしいんです、ね、感謝でもないのにね、感謝だって言うもんだ。それで子供から奥さんから何からね、神様に用いられてきたわけです。このリバイバルの働きはどこから起こるか、感謝と賛美の、はい、この実践から起こるんだということをぜひ覚えてください。聖霊様の働き、ね、予言の働きが、はい、ね、この中心的な働きになっております。異言から予言。この働きを通して感謝が、賛美が現れてきて、今、ね、そこにいた一人の男性はね、弘前の駅前でね、弘前教会のね、2人の女性たちがね、まああんまり上手な歌を歌ってたらしい。ところがところが彼はね、その初めから終わりまで涙が流れて流れてしょうがない。そして終わった時にね、今晩集会があるから来ませんかと言ってね、そしてクリスチャンになった。その教会兄弟がね、S 君って言うんですけどね、その集会で証しをしましたよ、うん、そして彼ね、不思議なことにね、この賛美歌を使ってる、作ってるね、作詞賛美歌の女性と最近結婚しちゃった。結婚しちゃった。それで、このビジョンっていうプロダクションを作ってる。ですからどうぞ、はい、どんな今、皆さんにね、壁が、黒い雲が確か裸ってあなたを捉えて苦しめて、ね、いやでも、ね、自分の弱さを、ね、痛感せざるを得ない状況にあるのかもしれませんけれども、はい、神様は、はい、これをリバイバルのために用いるんだということをぜひとも覚えてください。